ます。久々の動画出演となります。ここ最近出演できなかった理由としていろいろと忙しかったからでございます。私、先日突然の別れと題した動画を数本お届けいたしました。私の愛車マツダ RX8 がとうとう廃車となってしまいました。廃車となった理由につきましては簡単に言いますとエンジンが故障してしまったからです。2月の雪が降る寒い季節の中国道を運転しておりましたが赤信号で停止した際にそのままエンジンがストップしてしまいました。何回も指導を試みましたがエンジンがかかることは一切ありませんでした。その際国道を走行していたドライバーの皆さんには大変なご迷惑をおかけいたしました。また車両の移動を手伝っていただきました北海道警察の方には本当に感謝しかありません。その際はどうもお世話になりました。このようなことがあり後日ディーラーへ愛車を運んだのですが診断の結果はエンジンを交換しない限りはどうしようもないということでした。ちなみにそのエンジンは90万円するものだということで工賃と合わせると軽く100万円は超えてしまうものとなります。そのように考えた際この際は潔く廃車にするしかないと決め今回廃車することといたしました。私が乗ってきた RX8 およそ6年間という短い期間ではありましたけれども普段のお買い物だけではなくいろんな場所へドライブしました。愛車の RX8 は本当に感謝しかありません。 RX8 は今後使える部品は再利用されそれ以外につきましてはスクラップされると聞いております。残念ながら私の愛車 RX8 は廃車となってしまいますが少しでも他のドライバーの役に立てると思ったら嬉しいことかなと思います。本当に6年間よく頑張ってくれました。本当にありがとうございました。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。渡るジャパニーズ、それではまた明日お会いいたしましょう。バイバイ。